ピースお願いします。皆さんこんばんは、渋谷区から参りました堀田と申します。私の実家は宮城県の角田市というところで、福島県のすぐ隣です。とても線量が高いところです。で、私はいつも金曜日は、六本木一丁目にある原子力規制委員会の前で抗議行動をしています。で、今日はないので久しぶりに、こちらに来ました。そして、規制庁前は全然抗議の声、大声が出せません。静かにやらなきゃいけないので、今日本当に今ゆきふめさんのコール思い切りやれてすごく気持ちいいです。それでですね、今日、私はですね、原子力規制委員会、先ほどもいろいろお話が出てたと思うんですけれども、実は小さい検討チームっていうのがたくさん今、専門家が集まっていろんなことをごちゃごちゃやってます。それで、ちょっと前に10月の30日に決まった防災指針っていうのがあるんですけれども、原発から30キロ圏内の、市町村は、防災計画を立てなければいけないっていうやつなんですが、あのシミュレーションがめちゃくちゃのやつです。で、それも問題なんですが、昨日ですね、またその検討チームがあって、私たちが原発事故がもしまた起こった時に、どういう時になったら避難しなきゃいけないのかっていうのを決めるのをやってます。で、なんとちょっと前にニュースになったんですが、 IAEA の基準は7日間で100ミリシーベルトです。そんなすごい高い数字なんです。で、それよりも、その半分の7日間50ミリシーベルトになったら避難しましょうみたいなことを言って、マスコミは最近より厳しくしたからいいじゃないかっていう話なんですが、よく考えなくても7日間で50ミリシーベルトってすごい高いんです。そして年間の、基準は20ミリシーベルトです。で、これは何かというと、今福島で避難基準に無理やりされている基準です。それを今回の防災指針で決めようとしてます。で、これは絶対に阻止しないと、福島の人たちがこのまま当たり前に20ミリシーベルト以下なんだからいなきゃいけないということになっちゃうんです。だから私たちは絶対声を上げなきゃいけないんです。で、緊急アクションということで署名をします。ということで、後でまた何か声かけてください。とにかく規制委員会頑張ってるかないかとかじゃないんです。全然頑張ってないんです。再稼働に向けてやってるので、みんなで声を上げてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。